地よ、人よ物語、地よ人よ物語、セニアイチヤ物語は、イスラム世界における、説話集。ペルシャの王に妻が舞よ物語を語る形式をとる。枠物語の手法で描かれた代表的な物語の、一つとしても知られる。英語版の題名より、アラビアンナイトの名称でも広く知られている。サーサーン朝、ササン朝、ペルシャ時代に、 ペルシャインドギリシャなど各地の民話が公用語の中世ペルシャ語パフラビー語で記されハザール・アフサーナ・ゼンの物語として編纂されたその後651年にサーサーアン朝・アサはイスラム教徒に征服されてイスラーム帝国が勃興する最初のウマイヤ朝を経てアッバース朝初期の8世紀後半に その神徒バグダードがイスラーム帝国の中心都市として整備され始めた以降、アラビア語に翻訳されて9世紀にはその原型ができた。アラビア語の題名はアルフライラ・ワライラ、セン・カズヨ。1704年にルイ14世に仕えていた東洋学者アントワーヌ・ガランがアラビア語の写本からフランス語に翻訳してセン・カズヨ第1回を出版した。 ガランの翻訳と出版をきっかけにヨーロッパ中に千火よブームが起きた。1706年に英語版がアラビアンナイトエンターテイメントと名付けられて出版された。それ以降、世界中で翻訳されて広まることとなった。日本では1875年、明治8年に初翻訳され、現在では、地を人よ物語、千火よ物語あるいは、 アラビアンナイトと呼ばれる。なお、アントワーヌ・ガランが翻訳に使用した、千数夜のアラビア語の写本では、夜の数は二百八十二や、結末はない。しかし、その初出版以降、題名の千数夜を、数多くの夜という意味には捉えず、正確な数字と信じたガランを含む多くのヨーロッパ人によって次々と話が追加されたため、アラジンと魔法のランプシンドバットの冒険、 アリババと四十人の族、空飛ぶ絨毯など、もともと、そのアラビア語の写本には存在しない話が、現代の、センカズヨでは多くを占めている。そして、センカズヨの結末はいくつもの創作がなされて、版により異なる。後日、1984年に、ムフシン・マフリーが発表した、研究成果、初期アラビア語版によるセンカズヨが、現在では、本来の、 戦火事用を知る最良のものと評価されている。千代人よ物語はラテン文字化でもしくは、アルフライラは、ライラはラテン文字化でとなる。なお、物語の元となった、サーサーン朝、ササン朝ペルシャ時代のハザールアサーナ、千の物語はラテン文字化で。アラビア語名のアルフライラは、ライラは、が、千、が、夜、が、接続し、 直訳は、千代と数よ。現在、日本では、千代人よ物語、そして、千数よ物語、さらに、1706年にイギリスで、出版された、英語版の題名から、アラビアンナイトの名称も加えて、3つの名称が、使用されている。1875年、明治8年に、日本で、初翻訳された際は、英語版の題名を参考に、アラビアの名称が使われた。 某よる物語、1875年、全世界一大記書、アラビアンナイト、1883年ほ他。千数用の題名は、単に数が多いことを示しているだけで、正確な数を示しているわけではないとする見方や、文字通り、千数用を示しているとする見方もある。この題名の意図を示すサーサーンアサ、ササンアサ、ペルシャやアッバース朝時代の資料はなく、 具体的には分かっていない。ちなみに、1704年に、アントワーヌ・ガランがフランス語に翻訳した、サイのラビア語写本の夜の数は282夜だった。詳細は、千代人よ物語のあらすじ、参照。昔々、サーサーン・アサ、ササーン・アサ、ペルシャに、シャフリアールという王がいた、物語、上の架空人物。王は、インドと、中国も治めていた。 ある時、王は、妻の不定を知り、妻と相手の奴隷たちの首をはねて殺した。女性不信となった王は、町の木娘を宮殿に呼び一よう過ごしては、翌朝にはその首をはねた。こうして町から、次々と若い女性がいなくなっていった。王の側近の大臣は困り果てたが、その大臣の娘シェヘラザード、シャハラザードが名乗り出て、これを止めるため、王の元に突ぎ妻となった。 明日をも知れぬ中、シェヘラザードは命がけで、毎夜、王に興味深い物語を語る。話が佳境に入ったところで、続きは、また、明日そして、明日は、もっと面白いと話を打ち切る。王は、話の続きが聞きたくて、シェヘラザードを殺さずに生かし続けて、ついにシェヘラザードは、王の悪臭を止めさせる。以上が、物語の大枠であるが、この結末、 すなわちこの王の悪臭を止めさせたとする筋書きは、後世のヨーロッパ人が追加したものである。1704年に、千和図を初めてヨーロッパに紹介した、アントワーヌ・ガランが翻訳に使用したアラビア語の写本には、結末はない。282夜の話があるだけである。なお、マイオ、シェヘラザードの傍らに、妹のドゥンヤザードがいて、横から、 話が面白いと盛り上げ役を演じる。姉妹による作戦に王はますます話の続きを聞きたくなっていった。この物語は冒険商人たちをモデルにした架空の人物からアッパース朝のカリフであるハールーンアイコールラシードやその日のズバイダのような実在の人物までが登場し多彩な物語を繰り広げる。説話は ペルシャインドギリシャなど様々な地域の物語を含み、当時の歴史家の書いた歴史書とは異なり、中世のイスラム世界の一般庶民の生活を知る一級の資料である。戦数世は9世紀頃に原型ができ、様々な発展段階を経て、原型が作られたイスラム世界でも多様な版が存在し、やがてヨーロッパに紹介されていくにつれ数多くのバリエーションが生まれたことが、 この物語の大きな特徴である。千和世の原型は、現存するいろいろな版を比較すると、収録されている話も順序もかなり違うが、最初の二百数十夜くらいはほぼ共通している。しかし、千和世という題名ゆえに、ヨーロッパに初めて、千和世を紹介したアントワーヌ・ガランは本来は千日夜の、漢本があるはずと信じていた。例えば、ガランは、 1704年に、千和カズヨのアラビア語写本から、フランス語版、千和カズヨを出版した際、アラビア語写本には存在しない話を加えている。それは、以前から所有していたアラビア語写本のシンドバットという、商人の冒険物語である。さらにガランは、1709年に、オスマン帝国のアレッポ、現在は、シリア北部の都市、トルコ国境に近いのキリスト教徒から、アラジン、 アリババ、空飛ぶ絨毯など17の物語を聞き取り、それらを加えて、再度、千数世を出版した。千数世アラビア語写本には、結末はなく、夜の数は282夜、およそ35話だが、結局、ガランによる、翻訳版、1704年から1717 17年、では、およそ480夜となった、234夜、以降、夜の区切りなし。 およそ60話。こうして、ヨーロッパで、残りの物語探しが、盛んになるにつれ、中東で聞き取った多くの物語等が無秩序に、付加されて、ついに19世紀には、現在の1 0 0一夜分を含む形での出版に至った。また、1000数夜の結末はいくつもの創作がなされ、フランス語で刊行された、ガラン版、マルドリュス版、アラビア語で刊行された、カルカッタ第二版。 バートン版、ブレスラウ版と版により異なる。例えば、王、シャフリアールがシェヘラザードを愛するようになる点では、概ね同じだが、そこに至る過程で、シェヘラザードの子供がやってきて、王に慈悲を願う版があり、その子供の数も一人から三人と版により異なる。また、最後に、子供が登場しない、ガラン版や、ブレスラウ版もある。シェヘラザードが王に命乞いをする。 カルカッタ第2版、バートン版、他の版ではしない。シェヘラザードの妹、トゥンヤザードが、王シャフリアールの弟シャーザマーンと結婚してみな、幸せ暮らす、マルドリュス版、カルカッタ第2版、バートン版など、様々な結末が創作された。現存する写本としては、最古のものとされる、ガランのアラビア語写本に収録されていたのは、東洋文庫版で言うと、第1巻。 第2巻、そして第3巻冒頭の、ヌール、ディーン・アリーとアニース・ヤリースの物語、第6巻の、アリー・ビン・バッカールと、シャムスーン・ナハールとの物語、それに続く、カマル・ザマーンの物語冒頭部分、第15巻の、ホラサーンのシャフルマン王の物語、ジュナールの物語くらいであり、残りはすべてが乱射本以外の資料を転挙としている。現在の、 千和世の物語集は、成立当時の姿の何倍にも膨らんでいる。結局のところ、千和世は、これという定本がない古典であり、定本がないゆえに、どんどん新しい物語が加えられ、さらに、ヨーロッパと中東という二つの文明の間を行ったり、来たりするうちに、形が進んだ物語といえる。偽写本の鉄像もしばしば行われた。しかしオリジナルがないゆえに、 どれが正しく、どれが誤りといった判断をするのは困難である。いつ、どの話が加えられたのかという判断も難しく、また、いつの段階までに収録された話を、正式の線数よと呼ぶのか、といった定義のようなものがあるわけではない。サーサー朝時代に中世ペルシア語である、パフラビー語で記された、すなわち、千の物語が、8世紀後半に、 イスラーム帝国のアッバース朝時代に入って、チグリス川湖畔のバクダードに都を置かれて以降、アラビア語に翻訳された。現存する最古のアラビア語の写本は9世紀の千の夜の物語の書、キターブ・フィーヒ・ハディース・アルフライラである。1947年に、シカゴ大学東洋研究所がエジプトから購入した古文書の中に、その9世紀の写本の断片があった。 現在、シカゴ大学東洋研究所博物館所蔵。この時点では、題名は、千の夜の物語の書、つまり、千夜である。いつ、千和夜になったか、正確には、まだ分かっていないが、12世紀頃、カイロの貸し本屋での貸し出し記録に、アルフライラはライラ、千、和夜を見ることができるため、12世紀頃までには、千和夜となっていたことが分かる。 最も初期の物語の一つは、船乗りシンドバードの物語で10世紀以前のものであり、これに対して、最も後期の物語は、カマールと達者な、ハリマの物語、マールフの物語、蜂蜜入りの乱れ髪菓子と靴鹿の災いをまき散らす、女房との物語は16世紀のものらしい。そして大多数の物語は、この二軍の中間、すなわち10世紀から16世紀の間のものと、 推定されているアレクサンドル・ラール、アリクサンダー・ラーは、それぞれの物語を、銃器の使用を生むや、どう酒蒸留酒コーヒーの出現を生む、たった一回だけタバコが登場すること、多くの病気が登場するにもかかわらず梅毒が登場しないことなどから、千と人う物語の加減を15世紀から16世紀と結論付けている。以上を総合すると、 おそらくは9世紀もしくは10世紀のバグダードで原型が作られ、徐々に物語が付け足されてゆき、15世紀頃の回路で最終的な形にまとめられたのではないかと思わる。ただし、9世紀頃に出現したアルフライラの原写本は見つかっておらず、初期の物語群がどのような経緯で現在のような形になってきたかについては未だに不明確なままである。ヨーロッパでは、 18世紀初頭に、フランスのアントワーヌ・ガランが、発見し、シリア系写本を使ってフランス語訳を行い、広く紹介した。以来、様々な翻訳と本案が積み重ねられ、アラブ文芸の枠に留まらない、大きな文学ジャンルと言えるほどの作品となっている。エマニュエル・ジョルジコスカン、1909は、全体の枠となる物語を分析し、次の3つの説話が、 原型になっているとした。である。このような構成には、他にも、四季二十五は、ヒトオパデーシャ、パンチャタントラなどインドの説話集が知られており、インド起源の説話がまず、ペルシアに伝わって風化し、後にアラブ人に伝わって成立したとする。また、成立後も様々な作家によって新たに総話が付け加えられ、原点であっても、複数のテキストが存在する。 日本では1875年に英語版からの翻訳が行われ、以来英語、フランス語などの様々なバージョンからの重役が行われた。また、有名な説話は児童文学に本案され、親しまれている。アラビア語、カルカッタ第二版からの翻訳には、前島信二、池田治による、アラビアンナイトがある。この他の日本語訳に、マルドリュス版、仏語からの、 関訳戦一夜物語、岩波文庫、バートン版、英語からのバートン版千代人よ物語などがある。アラビア語の写本、手書きの本には、ガラン写本、シリア写本、15世紀半ば、トルコ写本、16世紀、エジプト系写本などが知られているが、内容がそれぞれ異なっている。1704年に、フランスの東洋学者、アントワーヌ・ガラン、 アントイネ・ギャランド、1646年から1715年が、センカズヨを初めてヨーロッパに紹介した以前の主な写本には以下のものがある。センカズヨ研究の重鎮である、ムフシン・マフディー、1926年2007年は、ガラン写本を詳細に研究して、1984年にその工程版を出版しており、現在では、これが、 千数世の原型を保った最良のもの評価されている。マフディの研究によると、最初期の千数世は夜の数にして、せいぜい二百数十夜の物語集であり、ガランが翻訳に使ったシリア系写本とほぼ同じ内容であったらしい。また、これらの物語は一定の意図のもとに編集が行われ、文学的にも完結しているというのが、マフディの見方である。1704年に、 ヨーロッパで初めて発行されたアントワーヌ・ガランのフランス語版、センカズヨ以後に作られた写本の主なもの。これらの新しい写本は数が多くヨーロッパの影響を受けているものもあるとされる。1704年にアントワーヌ・ガランが初めてヨーロッパに紹介したフランス語版、センカズヨは当初は千一夜に満たない形で刊行されたため、千一夜まで 物語はあるはずだと信じたヨーロッパ人よりガランが翻訳の際に使用したアラビア語の写本以外の写本探しが活発化した。またガランの写本には存在しないアラジンと魔法のランプアリババと40人の盗賊の写本探しも行われた。しかしそのような写本は見つからずこれに伴い偽写本が作られるようになった。以下が主な偽写本である。 アラビア語の漢本、印刷された本では、次のものが著名である。英語、またはフランス語に翻訳発行されたものでは、次のものが著名である。なお、ヘンリー・リーブは、1886年に、エディンバラレビュー、市で、ガランは、子供部屋に、レインは、図書館に、ペインは、書斎に、そして、バートンは、ドブニと、特徴付けている。マフリー版、または、 そのハタウィ英役版の日本語訳は未完であるが、2014年時点で、西尾哲夫が翻訳中である。なお、ハタウィは、ガランシャ本に含まれていない、オーハンテールズイコールいわゆる、古事の話の英語訳を1995年に出版している。こちらの日本語訳も未完である。2010年4月21日、エジプトの弁護士団体、弁護士団が、 公助良族に反するとして出版社の逮捕と同志の応酬を当局に要求し、これに対して作家や人権団体などの反発が起こった。同説話には性的表現も含まれるため、反イスラム的として標的にされたと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。